ウクライナっていうのは破綻国家なんですよね。ほうん、ほうほうほう。あの、国の東と南は実行統治できてないわけです。東と南は、ね。はい。ですから、シリアとか、うん、リビアとか、ええ、アルジェリアの仲間と考えた方がいいわけです。はあはあヨーロッパにある国だから、ええ、なんか文明的な感じなんだなと思っていたら間違いなわけで、事、ええ、実上もう国家の実行しかできてない、そういう国なんですね。 それから、あのー、東部の、あのー、反政府派、親、ええええ、ロシア派の連中が空港選挙したと。はい、これ自体乱暴の話ですけども、はい、それじゃあすぐ空爆すると。はい、ああ、しました、ね、自国民のテロリストだって言って空爆して殺したなんとも思わない人ですからね。ポロシェンコあの、まあ、これは、あの、いやいや、あの、ポロシェンコさんと同じグループの人がやったことですよね。うん、トゥルチノフっていうあの大統領代行がやったことですけどね。そうですか。うん、そういう方向性でそれでこのポロシェンコさんという人は、ええええ キエフ国立大学を、えー、と1989年に卒業した後ですね、はい、カカオ豆の買い付けをやって大儲けしたんですよ。はあ、そ,でその当時ソ連、その後90年代ソ連が崩壊して、あっちこっちの国営お菓子会社が、ええ、ええ あの、民営化っていうことで、誰もお金持ってないってことで、それを買って、チョコレートのコンセランを作ったと。チョコレート王なんて紹介されましたね。ただし、チョコレートでも実際重要なのは、うんうん、テレビ、ラジオ握ってることなんです。<ー>メディア王なんです。マスコミ。それから造船所持ってます。ああ、造船所もあとガラス会社も持ってます。ウクライナのガラスの相当論文彼の会社が作ってます。<ー>それで政治、ウクライナは政治と経済が密接に、<ー>あの、関係してますから、政少なんです。はは あの、ウクライナで3位の長者とかって紹介されてましたね。そうですね。世界全体だと確か1100番ぐらいですけども、うんはあ、ウクライナでは3番なんです。例えて言うと、どんな感じなんですかね。青少っていうと、昔のあの、田中角栄さんの時代を思い出しますけど。 あの、ま、あの頃、名前、よく出てきた、あの、おさの健二さんとか、あの、その辺にイメージを重ね合わせると、大体雰囲気似てくるんじゃないかなと思うんですね。そういう方を、そのアメリカのね、大統領がですね、全面支援しますよと、言っちゃうのはこれはどういうことですかね難しいことよくわかんないからでしょ。わかんないからですかそれはアメリカは、中間選挙のことしか考えてないですよね、オバマさんは。はあはあは それから、再来年は、オバマさんもいないんですよね。ああ、そうか。プーチンは、あの、2024年までいますから。あそんなにいるんですか任期6年で12年ありますからね。ああ、あいつなりますからね。そうすると、ドイツや、フランスはそこ分かってるわけですよね。それは分かってるでしょそれですから、まあまあ、アメリカがカットしてるから敵を合わせとくけどもと。約束はしたけども、守るかどうかは別みたいな話で考えてますからね。 ですから、支援っていうのも枠を与えちゃうんですよ、まず。なるほど。それ枠を与えても、それじゃあ実際に使うかどうかっていうのは、日本なんかでやり方でよくあるんですけどね。ええ、それは個別のプロジェクトごとで、このプロジェクトは透明性がないとか、いろんな文句つけときは枠はあるんだけどお金使いませんでしたってことは、これ簡単にできるんです。じゃあ西洋っていうかヨーロッパの首脳はその辺よくわかってて、ええ えそれで、えー、まあ、なんて言いましょうか、オバマさんの一応顔を立てて、えー、対ロシアあの制裁の、また何かみたいなことで、えー、一つね、えー、やろうかみたいなことも出てますけども、本当のところはですね、えー、もう分かりきっちゃってるわけですね。分かりきってるわけですね。すねもちろんロシアが帝国主義的に、国連憲章を無視してクリミアに入ってくるとかこれはよくないと。えーえー、かといってひっくり返すこともできないと。うん、ということと、というと、もうこの辺で打ち止めにしてほしいと。はあはあはあ それが本音でしょうね。ポロシェンコさんはこれ、しめしめですかいや、あの、ビビり上がってると思いますよ。ビビるええ。っていうのは今までは責任取らないでいい立場でしたから。はははは。あの、聖書っていうのはトップにはならないですからね。二列目、三列目にいますから。うん。黒幕が表に出てきちゃったわけですから。ええ。ですから、今まで二人羽織とかそういうのは得意だったわけですけども、今度は自分が動かないとなんだから、これは責任が直接来ますからね。ははははは。 経歴見ると、ヤヌコビッチさんの時もそうですけど、必ず時の政権とこう,うまく結びついてやってきてるんですよね、そうですこの人はね。ユシェンコの時の外相で、ああヤヌコビッチの時の経済発展貿易大臣ですけども、うん、2012年の終わりに選挙で当選した後は、うん、あのは、ヤヌコビッチがあんまりひどいんで、これはこのものだとやられると、ああそれで、ええ、あの距離を置いていったと。なるほど じゃあ本質っていうか辛抱はどこにあんのか ?3 ヶ月以内ぐらいね、素顔わかりますよ、うんあ。そうですか。でもその頃はもうニュースでもなんないでしょうね。三、うん、月だそうです。